掲示板見た？三船しおり子と摂通の生徒会長再選挙の告示。愛先輩、声大きいですよ。カスミンたちも見てますよ。せつなちゃんに宣戦布告してきたと思ったら、速攻で再選挙の告示か。あの子、相当仕事が早いわね。こっちも負けてらんないね。スクールアイドルフェスティバルに向けてみんなで頑張ろうっていう時に、私のせいで騒がしくしてしまってすみません。そうだよ、そんなに私たちのことを気遣わないでいいんだよ、せつなちゃん。うん、いきなりのことでびっくりしたけど、どうしたら選挙戦に勝てるかみんなで考えようよ。私たち、せつなさんの味方、りなちゃんボード、うん。三船さんに指摘された部分を自分でも調べてみたんですが、確かに彼女の言う通りでした。なので、選挙の結果、私が生徒会長を辞することになるのなら、それは私に落ち度があるということですし、仕方がないと思うんです。ただ、三船さんが生徒会長になると、同好会が。あ、そういえばそうだ！私は、高校生という将来のための準備期間において、スクールアイドル活動は無意味であると考えています。とかさ、あんな言い方ってないよね。かなたちゃん、ちょっとプンプンだぞ。かなたの言う通りね。あの子は、せつなのこともスクールアイドルのことも何も分かってないのよ。スクールアイドルのステージを見たことないんですよ、きっと。だからあんな風に言えちゃうんです。あー、なんかカスミン気持ちがムムムってなってきました。カスミさん冷静に。どうどう。冷静になんてなってられない。だってあの三船しおり子はせつな先輩のこともスクールアイドルのこともバカにしてるってことでしょ。それは悪く取りすぎじゃないかな。だって、せつなちゃんの秘密のことは誰にも言ってないみたいだし、本当に学園のことだけ考えて。んや、百歩譲ってそこは認めても、やっぱ三船さんは、せつなちゃんのことは分かってないもん。せつなちゃんは、スクールアイドルしてても、生徒会長の仕事も頑張ってきたじゃん。皆さん、ありがとうございます。でも、ここのところスクールアイドル活動の方に没頭していたことは否めません。そういうところを見て、私が生徒会長にふさわしくないと思ったのでしょうね。そこを突かれるとちょっと痛い。スクールアイドルフェスティバル中止のことで、ここ最近はドタバタしちゃってたし。でも、だからといって、これまでのことまで否定されるいわれはないわよ。かりんちゃんって、せつなちゃんのことをライバル視する割には、認めてるよね。いやよいやよも好きのうち。そんなことないわよ。私は別に。かりんさん、ありがとうございます。違うの、あなたみたいな手強いライバルがいないと張り合いが。まあまあ、かりんが摂通大好きなのは置いといて、これからどうするかだよね。だから違うんだってば。かりんさんの言う通り、今まで頑張ってきたんだから、それを突然取り上げられるなんてひどいよ。私はせつなちゃんには生徒会長もスクールアイドルも今まで通り頑張ってほしい。はい、
り、私もそう思います。スクールアイドル同好会のためにも負けるわけにはいかないよね。皆さん、ということは勝つしかない。リナちゃんボード本数かすみ、こうなることは分かってました。だから同学年の情報網で三船さんがどういう人なのか調べたんです。三船さん、私たちの学年では目立ってる子だよね。確か日本有数の名家であり、元財閥の流れを汲む三船家の次女。ああ、かすみんのセリフ。冷静沈着で成績優秀、彼女にアドバイスをされて部活で好成績を上げた人がいて、その人の向き不向きがわかるんだって言われてます。すごい人物であるのは確かですけど、まだ1年生だというのに刹那さんから生徒会長の座を奪おうなんて、ちょっとやりすぎですよね。かすみんのセリフ。あ、ごめんなさい、かすみさん。続きはどうぞ。家ではいつも着物だそうです。カスカスも雫と同じこと言いたかったんだもんね。よしよし、めっちゃ調べた。偉いぞ、カスカス。カスって言わないでください。褒めてくれていいんですよ。頭なでなでしてくれていいんですよ。なでなで。先輩にしてもらいたかったのに。でも、しずこ、ありがとう。聞けば聞くほど、三船さんの自信満々っぷりに納得がいっちゃうね。皆さん、ありがとうございます。三船さんは、人の上に立って導いていく能力に長けている人なんだということが分かりました。でも、だからといって、私も諦める気はありません。同好会を潰さないため、再選挙で当選するために、いろいろ準備を進めようと思います。